言いましたね。分かんないよね、もうああなると。分からないです。おでんも同じ顔してるから分かんないのよ、はい、男か女か分かんないのよ、はい、同じ顔してるから。マイカさんだけ一人、まあ普通の顔でいってあるじゃないですか、うん、怖くないですか。いやもう怖くないよ、もうそういうとこじゃないもん。いやでもこれ俺こうやってますけど、一番怖いのは翔さんですからね。何言ってんだ。いやそのこういくのやっぱ怖いですよ。こうやられた時とかほんまにあ怖いって思ってますから。